は抗菌論と健康と題してご講演願います。先生よろしくお願いいたします。はじめまして、田中でございます。よろしくお願いします。70年間長崎から出たことがないもんですから長崎弁になりますけど、まあ3つに1丁分かってもらえれば結構だと思います。ぜひ今日は1つ目として東洋医学と西洋医学の違いを知って帰っていただきたいと思います。そして私がここに来てみんなにぜひ知っていただきたいのは、現在の西洋医学は臓器移植を可能にするほどものすごく進歩したんですね。で、まあ一面では天皇陛下の心臓の血管をつなぐっていう、もう私が42年医者になった時から想像もできないような医学の進歩を遂げているのは事実だと思いますし、皆様方も納得していただけると。しかし一方では花粉症だとかうつ病だとか喘息だとかリウマチだとか、まあ、がんもそのうち入るけど、がん自体がよく分かってませんからそれは否定するとして、膠原病だとかアトピーだとか、私が42年医者になった時から治療成績はほとんど良くなってないんですよ。で、これは何なんだろうかと疑問を持ってぜひ今日の話を聞いてください。そしてその答えになるのが東洋医学と西洋医学の違いですから、その東洋医学のどういう医学かということのヒントとして、今盛んに行われている臓器移植が人間の考えが移っていくということをいくらここで喋っても納得していただけないと思いますので、 BBC の放送をちょっと見ていただきたいと思います。ということで本日最初のプログラムは心臓にまつわるミステリーをご覧いただく。心臓、それは血液を全身に送るいわばポンプの役割と考えられている。しかしここに心臓の新たな役割についての驚くべき最新仮説が生み出されているのをご存知だろうか。そのきっかけは心臓移植を受けた人たちからの信じられない報告。心臓を移植して食べ物の好みが全く変わったんです。食べ物の好みが変わった。夫はまるで別人のように変わったわ。夫が別人になった。なんと心臓移植後突然食べ物の好みや趣味までもが変わってしまったという証言が数多く寄せられたのだ。この人体のミステリーに最先端の科学が挑んだ。信じる、信じないはあなた次第。まずは心臓移植を受けてから不思議な変化が起きたという人々に話を聞いた。ミステリー1、心臓移植後食の好みが激変。アメリカ・ボストンに住むクレア・シルビアさんは1988年に心臓を移植。クレアさんの最初の変化は移植手術からわずか2日後に突然訪れた。今一番欲しいものは何と聞かれて、ビールが死ぬほど飲みたいと答えてしまったんです。心臓移植という大手術を乗り越えたクレアさんが真っ先に要求したのはビール。これだけならば特に不思議な話ではないのだが、思わずビールと答えていて自分でも本当に驚いたわ。だって私はお酒なんて好きじゃなかったのに。これは手術後ビールで乾杯するクレアさんの実際の写真。心臓移植を境にそれまで飲めなかったビールが突然好きになったというのだ。さらに以前はピーマンが嫌いで食べられなかったのに気づいたら料理に入れていたの。心臓を移植したらピーマン嫌いが治ったのよ。苦手だったピーマンまでもが大好物に。食の好みの突然の変化、原因は心臓移植とでも言うのだろうか。クレアさんはこの変化を移植コーディネーターに伝えたところ、驚きの事実が判明。こちらの男性はクレアさんに心臓を提供したドナー。実はビールもピーマンも全て
ドナーの大好物だったのだ。ミステリーに心臓移植後趣味が激変。2001年に心臓移植をしたジム・クラークさんもまた信じられない変化をした一人。ジムさんの妻マギーさんは心臓移植後の夫についてこう語る。あんまり人が変わっちゃったんで本当にびっくりしたわ。40年連れ添った妻までもが驚いた大きな変化とは。突然ポエムを書き始めたのよ。心臓移植後夫のジムさんがポエム、つまり詩を書くようになったというのだ。これだけならそう驚くことではない。だが奇妙なのは彼がこれまで文章の読み書きを苦手にしていたからだった。俺は高校を中退したんだ。だからスペルもよくわからねえし文章なんか書いたこともねえ。文章と全く無縁な人生を送っていたジムさん。ところが移植から半年後のある朝、突然詩を書きたくなり机に向かうように。その日から詩を書き続けた彼は人生で初めてこんなことも。42年間一緒にいて初めて妻にラブレターを書いたんだよ。初めてだったよな。そうね、いい文章だったろ。突然の趣味の変化、これも心臓移植に関係があるのだろうか。それからしばらくしてドナーの遺族からジムさんのもとに一通の手紙が届いた。そこには生前ドナーが趣味にしていた一編の詩が添えられていたという。今みたいに臓器移植したら人間の考えが移るっていうとはもういっぱい書いてあるし、最初 のクレア・シルビアさんは手記を発表したらですね。で彼女はある女性の夢見たんですよ。全く知らん人の夢で、それは臓器提供した人が愛してた女性を見たとか、ね、そういうことがもういっぱい行われてるということをまず知っていただきたい。で今から東洋医学と西洋医学の違いをちょっと喋りますけど、現在の日本の医学は西洋医学を唯一の医学として医師国家試験で行われているんですね。でこのようになったのは明治政府がドイツ流医学を取り入れようとしたときに、2人のドイツ人ホフマンとミュラーというのがドイツ流医学を教える代わりに医学の中心であった東洋医学を否定するなら教えるという条件を出して明治政府がそれを飲んでしまったんですね。でそれ以来日本ではいわゆるドイツ流医学を唯一の医学とするようになったという歴史的なことを知っとっていただきたい。そしてそのドイツ流医学はどういう医学かしたら、外科的治療、救急医療、応急処置医療、非常にこの医学に優れていた医学でございまして、この医学は当時の日本の日清日露戦争とか戦争に役立つ医学として非常に優れたという。残念ですけど東洋医学はそれに非常に劣ったものですから、富国強兵を目指しとった明治政府はどうしても欲しかった事情があったんだと私は思っております。そしてこのドイツ流医学が今どこまで行ったかといったら、私が42年になった時には想像もできないような臓器移植を可能にしておるほど進歩しておるということを皆様方も知っていただきたいと思います。そしてこのドイツ流医学の最大の特徴は、症状と病気を起こしている場所が一緒って考える非常に単純明快な医学なんですよ。だから鼻水が出たら鼻の病気、喘息発作が起こったら気管支肺の病気、ね、もうそういうアトピーで皮膚が痒くなったら皮膚の病気とか、症状と病素が同じって考える非常に単純明快な医学であるということをまず知っていただきたいと思います。しかし、私が最初に言いましたように、それだけ進歩した医学なのに、アトピー、花粉症、喘息、リウマチ、心身症、うつ病、アルツハイマー、痴呆とか、わけわからん病気がいっぱいあるんですよ。ほとんど治ってない。なんでだろうかっていうことを、私は考え出して、この東洋医学って何かっていうところに入っていったということを知っていただきたい。そして、この疑問、私が疑問を持って本を読み寄ったときに、
今から2600年前中国の春秋戦国時代に頭が痛かったら痛み止め、眠れん時は眠りの薬、ね、肩が痛かったらどこに針は打てとか、いわゆる対症療法の医学ですね。下痢が痛かったら下痢止め、お腹の痛かったら痛み止め、そういう対症療法の医学がこの2600年春秋戦国時代、孔子とか孟子とかが出た廃止した時代ですよ。非常に医学が進んだ時に、これだけ医学が進んでこれだけの対症療法の薬が出たのに、不眠症の薬に睡眠薬やったら何かおかしかことが起こると、逆に悪かことが起こると、ね、熱が出たら解熱剤やったら逆に具合の悪か人が出てきたとか、何か非常に矛盾したことが起こるぞということが議論が始まったらしいんですよ、2600年ぐらい前に。そしてここで中国のすごさは、何かおかしかことがあるということで600年ぐらい時間かけて議論してるんですね。600年って言ったら今で言うと室町時代から今ぐらいまでですよ。10年や20年じゃないんですよ。どうも症状と病巣が同じ医学ばっかりしとったらおかしかことが起こると。そこでもう一つのまとめとして、春秋戦国時代に症状と病巣の医学ばっかりやっとったらどうも変なトラブルが起こると、矛盾したことが起こるとね。そして600年ぐらいして議論して、お医者さんはよかです。症状と病巣が違う病気がありそうだから、これを追い求めて医者は治せって始まったのがいわゆる東洋医学なんですよ。そして当時の答え、もうびっくりしましたけど、当時の答えとして現在医学やってる症状と病巣が同じで考える医学は外科医ないし民間療法でいいって書いてあるんですね。これはまだ自分が医者でびっくり仰天してしまったんですよ。こういう結論になっとったということに、この東洋医学の本を読みよってなっとるということで僕はびっくりしました。そしたらですよ、その600年の答えとして中国の偉いところは、答えとしてこの皇帝大系という本にまとめているんですよ、600年の答えが。でその答えが何かって言ったら、治病筆記お本というこの6文字、1文字100年。私は語学が非常に苦手ですから、これ分かりませんけど、中国の劉大輝先生という本を読みよったら、こういうふうに書いてあって、治病筆記を本ということは、病気を治療するにあたって目の前の症状や病気にとらわれることなく、その人の本質的なものに向かいなさいって書いてあるわけですよ。その本質がどこか分からんもんですから、ねえ、足の裏かお腹の中か頭か。だから西洋医学をしとった私としては、なんかわけわからん言葉だなということで受け入れられなかったということなんですよ。で多くの人がそういうことで、しかしこの皇帝大系というこの六文字を書いた皇帝大系というのは中国の医学書では最高の本だと言われてるんですよ。しかし私の医学の経験で言うたら、医学書って言ったらもう症例本しかないんですよ。ね、転換の時は何番伸ばせろとかさ、風邪ひいたらどこせろとかさ、下痢したら毒にせろと、アトピーの時は、がんの時は何番伸ばせろと、症例本しか医学書ってないのに、この本はただこれだけで医の哲学書と言われて、最高の本と言われて、京都の仁和寺にこの副写があって、これ国宝になってるんですよね。これはすごいことだじゃなかろうかと思ってちょっと勉強させてもらったということですよ。そこで一つの結論として、ぜひ今日はまず一発目として知ってもらいたいのは、医学には症状と病巣が同じで考える医学、当時のあれで言ったら対症療法医学って症状に向かう医学だと。で3000年前か2600年前か西洋医学とか東洋医学って言うはずがないんですよ。症状に向かう医学として言われたと。でもう一つ、どうも症状と病巣が違う医学があるから、それを追い求めて治せというのがこの対症療法の証、証、体質に向かえということなんですよね。でこれを後々になって東洋医学って言い出したんだということを知っていただきたい。そしてまず一つ目は、これはこれに開発された薬が西洋薬品です。武田薬品とか三協一丁薬とか使うじゃないですか。これがいわゆる西洋薬品なんです。この体質に向かう薬が漢方薬だというのに、今のお医者さんは漢方薬もこれだと思ってるわけですよ。病名とか症状に向かおうとして使っているのが、医療トラブルが起こる昔、詳細骨折とか肝臓の薬と出しまくられて間質性肺炎になって死んだって、あれ間質性肺炎というより
細胞剤が入ってるために体が冷えて風邪ひいて肺炎になって死んだだけなんですよ。体質に向かう薬で開発されたのがいわゆる漢方薬だということを知っていただきたい。そこで私も一応西洋医学で医者になったわけですから、症状と病素が違う医学なんてどんな医学かわけわからんわけですよ、ね、ここに書いてありますが、アレルギー性鼻炎で鼻の病気じゃなかって言うて、お前は本当に大丈夫かって言われました。喘息発作なのに気管支肺の病気じゃなかって言うんですよ。アトピー性皮膚炎なんかもう皮膚の病気じゃなかと、ね、心の悩み申し訳ないですけど脳って思ってる人が圧倒的に多いと思いますけど、脳じゃないと、何なんだと10年ぐらいかかりました。そして東洋医学って何かって言ったら、今まで本質がどこか分からなかったから、東洋医学の説明は心身一如の医学、全人的医学、ね、ちょっとこう愛したらカッコつけたら病人は病を見るとき西洋医学的になるけど、人を見るのが東洋医学であるとか、森を見るのがどうであるとか、人を見るのがわけわからん言葉でごまかす。僕はこれは業界用語だと思ってるんですよね。で、業界用語の陰の陽のって喋り始めたらですね、普通の人わからんけど、ああ偉か先生だなってごまかしにかかる。これは私が言ったんじゃなくて、中国の劉大輝先生の本読みたらそう書いてあったんですよ。で、私は独学でやり始めて心強い味方なんですよ。何のことか分からん、最初は陰の陽のとかね、実証虚証のとか、でまして心身一如の医学って言葉は本当にもっともらしいけどね、何のことか分からん。これで僕はちょっと言いますけど、長崎で一番大きな、会社三菱重工、ちょうどこれぐらい300人ぐらい入っとったんですよ。ほんで東洋医学はちょっと私名前を売り出したから喋れということで、東洋医学とは心身一如の医学で全人的医学でって言ったら、もうね10分したら寝てるんですよ、みんな。わけわからんこと言うたら寝てしまうということにもうショック受けて、帰る時にもう本当焦燥感じた人たち、これを喋ったっちゃほとんどの人がわけわからんことになりますよということで、そこで症状と病素が違う医学って何かということを考えていただきたい。で、その症状と病素が違う医学に答えを出し取られた先生がこの吉松藤堂先生というんですよ。で、この人は広島出身なんですよね。で、広島に2度講演に行ってもですね、経済界の150人頃知っとるとは4、5人、薬剤師が半分ぐらいしか知らん。で、知っとる挙句にこの先生はね、ろくな治療せんでものすごい患者さんを殺してるんですよ。確かに。しかしこの先生は何を言ったかちょっとまず知っていただきたいんですよ。彼は僕が言ったんじゃないですよ、万病は腹に根ざす、ねえ、これをもって病を見るときには必ずお腹を見切れって言って、全ての病気の原因はお腹にあるって言い出して、ね、日本の腹診っていうお腹を見る技はこの先生がやり出したんですよ。それ以来日本の東洋医学って言うと、お腹だけを後で見せますけど、お腹を見て治療する診断するという医学になった。ところが中国ではお腹を見ないんですよ。その代わり脈やベロで見てた。それは何かって言ったら、動物の世界でお腹を見せるということは服従なんですよ。だから偉いお殿様がですよ、医者ごときにお腹を見せることは許されなかったんですよ。で、長崎の滑島さんのお姫様もタオルをフラフラフラっとして、付き添いの女官がこう触ったかなんかして教えていただいたっていう話を聞っとるんですよ。だから僕のところに来てお腹をパーって見せたとき、ああ、これは俺の女になったなと僕は思ったんですよ。これ冗談ですよ。これが世の中の常識。しかしここにピアスが走ってから走るやつがおりますもんね。お腹を見せたらつまらんとて。動物の世界であんたはもう服従じゃっけ。そうでしょ。しかし彼はこういうこと言っとるんですよ。漢方薬を投与するにあたっては、この本に見せますように、とにかくお腹なんです。そしてお腹に対してこのような薬をやればこういう病気が治りますよということを調べ上げた医学でございます。とにかくお腹です。納得します。私は最初声を見たとき何のことかはっきり言って全く分かりませんでした。その代わりですね、言いますけど、
10人に1人もアトピーのひどか顔のとろけるね、東京の有名な大学帰ってきた、喘息はもうステロイド漬けになって渡り歩いた、うつ病になった人10人に1人とか20人に1人ポロって声がやりよったら治り始めたんですよ。これでなんか本物があるんじゃなかろうかと思って勉強して極北に喋りくるようになったということです。これはぜひそういう経過を知っていただきたい。そしてこういう絵は見たことないですかね。えお腹の根源の時にはここにこう抵抗のある時にはこういう薬は出しなさいとかさ、何のことか分からんけどもうその通りに出しよったら尊厳とか治るんですよ。 100% じゃなかけど、しかし僕に言わしたらね、10人に0よりマシなんですよね。えところがその10人に1人治った人が言うてくる患者がどんどん来るんですよ。だから僕は患者見とか大嫌いなんですよね。神経質加減ですね。もういやいやでたまらんけど 100% の嬉しかけど、あとの9人はこうして帰ったんですよ。その代わりこういう医学があるんだと。そしてさっきの吉松藤堂の弟子の奥田博は調査副進行という本を書いとって、なんで書いてあるかって言ったら、医者がやることはお腹を見ることですよってここに書いてあるんですよ、数記は。そしてお腹と胸を見た後はもう頬、お腹と胸を見た後はもう頬って薬を決めろって書いてあるんですよね。これ俺が書いてあるじゃないですからね。そしてお腹を見るのが本で、外傷は待つ、本末転倒ということがあるじゃないですか。今はこの外傷症状を着てお腹を見らんでパソコンしか見らんとですよね。東洋医学の本にはこんなこと書いてないと。お腹を見なさいと、とにかくもう症状は極端に言ったらこれは症状は聞かんでいいって言うんですよ。そんな医学がどこにあるかって、おそらく皆さんでうんって言う人はなかなかいないんですけど、書いてあるのは事実だと知ってください。そしてこの腹腔鬼乱っていうと何かって言ったら、お腹の特徴ね、ここに抵抗がこういうあるやつは軽視等を出しなさいって、どこやったかな、まあ、この腹腔鬼乱の分厚い本の中の一部なんですよね。これ腹腔鬼乱のセンスですけど、こういうふうにお腹のこういうところに葛根等を出しなさいとか、有名な詳細ことってあるじゃないですか。お腹のこういうところに抵抗感があって貼っとったら詳細ことを出しなさいって書いてあるんですよ。症状書いてないんですよ。病名も書いてないし、お腹と胸のこういうところが痛かったら細管等を出しなさい、詳細ことに環境等を合わせて出しなさいって。お腹がこういう貼った時にはドンバラでこう抵抗感の時は大細管等を出しなさいとかね。みんなお腹でしょ。でお腹がこういう張って便秘になってから大腸気筒を出しなさいって、これほんの一部です。これいっぱいあるわけですよ。そのおそらく津村のこう書いてあったらみんな書いてありますから、興味があったら読んでください。そこでもう一つ、症状と病巣が違う医学っていうことで、僕が会って気づいたのが、盆栽をたまたましとったね、もうそれこそやめてましたけど、盆栽でですよ、葉っぱが枯れたときに、葉っぱの病気と思いますか、根の病気と思いますか。ありがとうございます、嬉しいですね。ところがですね、根腐れを知らん中学生がこの頃おるっていうことに気づいてですね、これ医学部の学生150人中こっちが2割こっちが8割、盆栽の経験で言ったら両方とも原因はあるんですよ。葉っぱがおかしかったとき、葉っぱが原因のときもあるんですよね。しかし根腐れもあるということを知っていただかん。ところがその根腐れはですね、知らん子供がおる。でもうついでに言ってしまいますけどね、僕がインターネットで驚いたのは、太陽が沈んだらそのままそれが月になって出てくると思う人、ちょっと手を挙げてください。大丈夫ですね。いや笑いごっちゃなくて、ほぼさん150人中6人いたんですよ。それが本当なんですよ。教育がどこになっとるかって、寝腐れば知らんなら僕の医学理論は全くダメなんですよ。しかし母親と2人でですね、寝腐れ絶対知らんって帰られたらですね、症状と病巣が結びつかないんですよ。わかるでしょ。これですよ、鼻が枯れたら鼻の病気と思ったらホームセンターに行ってください。ビタミンの鼻の薬ってありますよ。もうやったら変わってきて、うちの課長ブスブスさしておりますね。身が美味しいなったら身の病気だってチストリン酸カリがやろうってするじゃないですか。これは症状と病巣がする同じで考える西洋医学的な考えだということを知っていただきたいんですよ。で一方
鼻が枯れた時に寝腐れて思い大丈夫ですよね、寝腐れ。これはどうです、症状と病巣が違うと思いませんか。あ、これだと僕思ったんですよ、ね、そしたら失礼ですけど、これ寝って何の仕事してます。水や栄養吸収するとこですよね。でそれをしとるのが、そうです、これだけがですね、僕が医学部を受けた時の数学の勉強の役だったと、これだけ。もう数三とかなんとかもうさっぱり忘れてしもて、その間にこれが成り立つなと思ったんですよ。寝腐れはいろいろ病気を起こすと。一方そしたら腸腐れじゃないけど腸がおかしくなったらいろいろおかしく起こってもいいかなって思ったんですよ。ねえ、この方程式成り立つと思うじゃないですか。そしてもう一つですよ、根を見るときに土見るじゃないですか。吉松藤堂がお腹ば見れって言ったと、僕は腸ば見れって言ったんだと思ったんですよ。反対する人時々手挙げて結構ですからね。僕は尊厳を重たっていうことですよ。そしたらこれは腸の研究ばせんばいかんと、これが一つの答えです。その当時思いついた時、鼻が枯れた時にね、鼻の病気だと思って鼻の薬ばやる、西洋医学的な治療もあるなと、盆栽しよってね。しかし鼻が枯れた時に寝腐れと思うやつもおるじゃないかと。でこれとこれは違うんですよ。で寝腐れを治す時、耕したり水の調節したり温度調節する、この3つはね、漢方薬の治療法と同じなんですよ。そこで腸の研究ということでぼーってしとったら、なんと新聞に糖尿病も腸が治せば治るって書いてあったぞと。これは田中じゃなくて偉い先生が言うとですから信用してくださいよ。そして先ほども言われました、腸で免疫を高めるとどんな病気も治るって阿保先生が言われてる。でここで僕は非常に逆らうようですけど、阿保先生に逆らう一つね、内臓は脳からの自律神経でコントロールされてるっていうのが彼の説なんです。そうですね。そしたらお伺いしますけど、臓器移植された臓器は血管しかつながないんですよ。心臓、肺、肝臓、腎臓、血管しかつながないのに、だから脳の指令はどうしていくんですか。矛盾してるでしょ。だから自律神経でコントロールされとったあれは嘘だと僕は思うんですよ。であらワシントン大学のキャンディス・パーティさんが言うように、ホルモンで、自律ホルモンでコントロールされた、後で見せますけど言っとる先生もおりますし、脳から言っとる自律神経でコントロールされとった臓器移植が僕は否定したと思ってるんですよ。これは臓器移植にしと考えていただきたい一つの答えだと思っております。そしてほら、さっきからがんを治る治るって言ったじゃないですか。悪性がんを腸を治せば治る場合と、場合でよかですね、長崎弁で。その代わりどんなに治せばよかかっていうか、分からんからみんな苦労してるんですよ。分かれば苦労せんでじゃないですか。そうでしょ。ここ言うとね、アガリックスとかなんかわけわからん薬も必ず言うんですよ。猿の腰掛けでも食えばようなる場合とかさ、そういえば食うてようなるもんなら苦労せんって言ってくる。腸は第二の脳ってね、腸はやっぱり人間の考えに関係してるけど第二の脳って言ってるんですよ。これは僕は嘘だと思っておりますから。だからこういうと発表してたら、ほらアトピーなんか腸で治せば治るよってこういう本がいっぱい来るんですよ、ね、腸を治せばガンバ治る場合と、根源本能いっぱい出回っとっていうことですよね。だから腸はそれをやっとるんだなということを想像していただきたい。そしてその腸の働きについて勉強していただきたいのは藤田恒夫先生。もうこれはね、もうぜひねノーベル賞を差し上げていただきたい。もう医学を画期的に変えてしまったね。それから西原勝成先生、この先生頭の良すぎてわからん、僕は本部読んでもうお経みたいな本ば書い取られますから。それから腸内細菌の今日のほら、こちらがしとる腸内細菌の本は三岡先生の本も詳しく書いてあります。それとさっき臓器移植されたクリアシルビアさんの本、チャンスがあったら読んでいただきたい。なんでかって言ったら、臓器移植したらもう考えが移るっち将来山のことあるしね、納得せざるを得んことになるということです。そして腸の働き、もうまとめてしまいます。水栄養吸収するって分かってますよね。腸が物事を考えとるなって僕のところに来て、うんそうですよって言うたやつは一人もいません。絶対今の医学ではですね、もう脳が考えとると思ってるんですよね。そしたら失礼ですけど、脳は移植して考えが
移らないんですよ、移植して。内臓移植したら考えが移ったら、少なくともどっちが考えとって思われますか。そうでしょ。それなのにまだ今の医者たちはですね、脳が考えとると思ってるんですよ、ね、だからうつ病とか治しきらないんですよということは僕は言いたいんですよね。わかるでしょ。ちょっとお尋ねしますけど、切腹なぜするか知ってます。切腹なぜするか知ってます。心があるからです。ところがですね、死ぬためで NHK これこうやってバタッと死ねないんですよ。僕は一例だけしか持ってませんけどね、切るでしょ、腸を持ってくるんですよ、先生切ったって。